移動時に困りごとを抱える人と手助けできる人をつなぐ、スマホで手助け。男女子供としてのレディーカーとか作るとすごい遠回りしないといけなかったりとか、あんま子供って、まあ、こんな感じなんだけど待てないんですよね。レディーカーで電車に乗るとやっぱりちょっと女性一人ではちょっと遠回りしようってなってしまうことが大阪に来たら下とか南とか分からなくて感じなんですけれども、降り口がいろいろあるので迷うっていうのもあるから、この時間また混んでるしとかってまずそういうのを考えてしまって出なくなったりとかして、やっぱり恥ずかしいというか他の方が見てるのに失敗したら恥ずかしいかなとか、断られたら嫌だなとか、そういういろんなのがあって、あんまり声かけられないタイプなんですけど、こんな困ったをなくすために大阪での実証実験がスタートしました。ありがとうございました。利用者の皆様からはたくさんの共感の声をいただきました。これのアプリのレスポンスが早くて便利でしたし、その目的地まで一緒にしてもらえるという心強さもあっていいなと思いました。なんか来てもらえるんだなっていうその安心感はありました。使えるようになれば普段でも使ってみたいな、一人で特に行くときは、もうこれに登録してやる人やから安心感はあります。この階段を越えるとか、はい、階段を越えるっていう時は あったら便利かなと思うんですけど、そのやっぱり声かけるにしても断られる前提で声かけてるっていうのもあるので、それがないって、精神的に楽、日本人ってなかなか言わないと思うので、向こうから言ってくれるっていうのは正直動きやすい。あのハンドの機能のように助けてほしいっていう意思があれば私も全然いけるかなって思うし、私からあまり声かけられない私にとっては結構この機能はありがたい。この取り組みに共感してくれた利用者双方が意見を交わし、自分たちが暮らす大阪ならではの共助の輪をもっと広げるためにできることを議論しました。なかなか各歩きたいっていうのがないと思うんです。脱線延長と障害の人たちって。だからこういうのがあれば、まだ関わりやすいんではないかなって。モノクロというか、なんか白い紙にありがとうって書いてる感じで、こっちのありがとうはなんかもう七色やね。ね、ハンドは本当に人が本来持ってる優しさを引き出してくれるすごいツールだなと思っています。私はより多くの人たちに私たち障害者のことを知ってもらって、愛と平和、ラブ&ピースの世界になってほしいなって思います。マッチングして実際手助けをしたんですけど、ありがとうの一言がすごく嬉しかったので、そのありがとうをみんなに気づいてもらいたくて、ありがとうの気づきを実現します。手助けを通じて明るい日常を実現します。そのために周りを見回す、ちょっと気にしてみるを宣言します。私も助ける側に回ります。大阪ならではのユニークな共助のコンセプトがたくさん生まれました。私たちはチャレンジし続けます。価値あるコミュニケーションが増え、誰もが生き生きと活躍できる社会の実現を目指して。